棒針編み棒針編みは編み物の技法の一種。棒針と呼ばれる直径2から30ミリ、長さ30センチメートルほどの先が尖った2本の棒で糸を操り編み目を作る。主にセーターやマフラーなどの毛糸を使った衣類を作るときに使用される技法で広く平たい面を作成するのに向いた編み方である。編み目は横方向を目と縦方向を段と数える。 棒の太さと編み目の大きさには関係がある。一般的な編み方は、右棒に裏から糸を掛け表に引き抜く表編みと、表から糸を掛け裏に引き抜く裏編みの2種で、この2つと編み目を飛ばす、寄せるなどの技法により、様々な模様を表現することができる。表編みで編んだ時、手前に見える面を表目、裏側に見える面を裏目と呼ぶ。片方の面に、 表目だけが見えるように編んだ生地を、メリアス編み、表目と裏目が、横一目ずつ交互に繰り返している、一目ゴム編み、横二目ずつ交互に繰り返す、二目ゴム編み、縦に一段ずつ表目と裏目が繰り返す、ガーター編みといったものが、基本的な編み方で、その他、縄編み、藤編みなど、特殊な編み方の種類も数多く、編み方を組み合わせてできる文様の種類は、数限りない、 基本的な編み方以外で編むことを模様編みと呼び、基本的な編み方を使用し、目によって使用する糸の色を変え模様を編むものを編み込み模様と呼ぶ。一般的に右利きの場合、左針にかけた編み地の端の目に右針を交差させ、新たに糸をかけつつ右針に目を移して編んでいく。その際、右手人差し指にかけた糸を針先に回してかけるアメリカ式と、 左手人差し指に保持した糸を針先ですくってかける。フランス式との間で手順に違いがある。ただ手順は異なっても、両者の編み地は同じものになる。棒針編みは、編み目が横一列編みかけの状態で針にかかっており、最後の段は伏せて閉じる必要がある。棒針。片側だけが尖っている。タイプ両端が尖っている。タイプ棒針は主に竹。 プラスティック樹脂、金属などで作成されており、2本、または4、5本で1セットである。片側だけが尖っているタイプと両端が尖っているタイプがあり、使い勝手や作るもののサイズを考慮して、長さ30センチメートル程度のものが多い。日本では竹製が一般的だが、クルミや下などの木材を使用したものもある。 金属製は主に強度や滑りが欲しいとき、糸から針への色移りを防ぎたいときなどに用いられる。二本針は一段ごと往復で編むときに使用する。編んだものが、棒から滑り落ちないよう、玉付きのものを使ったり、針先にキャップをつけたりすることもある。四本針、五本針は、手袋や靴下など、閉じはぎをせず輪に編みたい場合に使用する。輪針と呼ばれる。 柔軟性があるビニールなどのチューブの両端に、針先がついている針もある。一般には4本針、5本針と同じ用途に使用され、ワーミという円筒状の編地を作るために用いられるが、ショールなどの普通の棒針では収まらない、長さのものを編む際や、針の部分が短く形態性が良いため、二本針の代わりに使用する人もいる。棒針の規格は、 各国で異なるが、日本の規格では、号数が大きくなると太くなる。0号から15号まであるが、それ以上の太さの針は、ジャンボ針と言われる、ミリメートル表示サイズのものになる。編み物の製図も、洋裁の平面方製と、基本的には同じ考え方で作成されるが、要塞の型紙に当たるものを編み図と呼ぶ。編み図のサイズは、横方向の目数と、 縦方向の段数で表現される。編む人、編み針の合数、毛糸の太さによって同じ目数と段数でも、出来上がりサイズが異なるため、ゲージも併記される。ゲージとは15センチ、平方のメディアス編みを行い、比較的安定した、中央部10センチ平方内の目数と段数を測った、ものである。本体を編む前に使用する糸と編み針で試し編みを、して、 ゲージを調べた後、編み図の目数と段数を調整する。市販糸にも、その糸に適した合数の編み針を使用した時の、標準的なゲージが表記されている。編む人の糸の引き方が強く、標準ゲージよりも小さいサイズを編む人を、手が硬い、きついと呼び、標準ゲージよりも大きいサイズを編む人を、手が緩いと呼ぶ。編み図のサイズに編み上げるためには、 前者は指定の針より1から2号太めの針を、後者は1から2号細めの針を使うのも良い。ありがとうございます。